はい、どうも皆さんこんにちは、ケイと申します。本日もドラゴンボールレジェンズやっていきたいと思います。というわけで本日はですね、こちらのスーパーサイエンツご飯ちゃんを使っていこうと思います。エクストリームでね、新実装されたキャラクターなんですが、当然今月パーティーで使っていきますね。てか本当にご飯ちゃん今年めちゃくちゃ強いのいっぱい出てるよね。まあ、初のエクストリームスーパーサイエンツってことで射撃タイプですね。でこのメインでバニッシング 100% 回復できるっていうのと、必殺ドローして4ダメアップ 80% っていうのがめちゃくちゃ強いんじゃないかなと思います。あとはまあこんな感じですね。ゴクアとかジレンとかと比べるとどうなんだろうって感じなんですが、まあスーパーサイヤン2ご飯ちゃんがね弱いわけがないと思いますので、早速ねこんなパーティーで PVP 回っていきたいと思います。さあやっていきましょう。お相手の方はなんだこれは合体戦士か。でマタナをゴジフォーンの全開浴び要因にしてんのかな、そんな感じだと思います。まあ青属性、今までだと今月未来トランクスか劇場版ご飯か、まあ、若干未来トランクスの方が使いやすいかなぐらいだったんで、噛み合っていく。まあ、このご飯ちゃんがねかなり強かったらだいぶまた混血環境になってくると言っても過言ではない。うん、もう圧ないよね。だいたい圧はね4枚ぐらいしかあ、見られていく。ただ最速は取られないかな。そこまで欲張ってくる。通常でいいですね。必殺でいっか。うおー、バニッシング回復早っそっか、最初2回までか、このゴジータ。いや、かなりあっという間にファーストコンボで復活が持ってかれてしまうというねでまだ肝心の青属性のゴアンちゃんが全然、マジかよ、なんでそこを打撃打ってきたの、意味不明なんですけど。まあ、こっちでアーツを捨てといて、あ、しゅしゅしゅ、特殊積んでこれで気力回復4ダメアップか。ちょっかい、 OK、 最速取っていく。いいダメージ、いいダメージですね。射撃はより入るね。そのままいっちゃいましょう。これでバニッシング回復しますよと。で必殺でいっか。さあどうでしょう。うん、いいんじゃない。最速取っていく。引ける圧、あ、引けないか。見て回避回避でいきましょう。ライジングいこうか。ああ間に合わないか。そのタイミングだとライジングが間に合わないよとまあちょっと今ためらったっていうのもあるっちゃあるけどね。うん、ギリギリまでこっちで受けてあげて。あ、マジか。下がって OK、 ライジング来ると思ったんだけど、やっちまった。これは失敗した即圧はね安直すぎたね。まあまあこのご飯ちゃん落ちたら落ちバフがあるんで、今回はね落ちバフの恩恵をもらっていこうと思いますいやー今のもったいなかったな。ライジングスカスまでは良かったんだけど、見てあげて。うん、あーそれ入っちゃうか、かなりきつい。こっから勝てっかな耐えてほしいですね。 OK、 こっちで受けましょう。最悪、おマジか、紳士だ気絶、まあまあ、あ、 OK、 これで誰か落とせそうですね。あ、属性フリームコーついてたんで落とせましたと。見てあげて、ここはねメイン切りたくない。見えてるよと。 OK、 これでどっちか持っていけないか。全開覚醒が乗ってるんでこれはライジング使うしかないな。ライジング使いましょう。必殺でもあっち落とせないかんね。さあどうでしょう。選ぶ圧は打撃アーツ。いや、まさかのね気絶をね解いてくれるという神プレイありがとうございます。逆転していけないここは
ここはダメか、ここは甘えさせてくれないか。向こうの人余裕があったからかな。あー、居座れるしかないね。見てあげて、究極呼べないかな。うん、ダメだいやー、今のタックルか、止まってくんないかな。こいつまだ復活まで行ってないよね、不死身まで。どちらか忘れちゃいましたが、マジかよやばすぎだろ。外してあげて、オッケー。これね、必殺でいきましょう。これで落とせるかな。めっちゃ手札捨てたんでいけると思う。オッケー、いきなりエレフ決めていくまあ今回のね、スーパーサイエンツごはんちゃんはこいつらの体力を回復してくれたってことで、まあ活躍できたんじゃないでしょうか。次の試合ではね、もうちょっとね、火力のところをね、お届けできればと思います。続いてやっていきましょう。なんだかよくわかんないパーティーですね。対戦よろしくお願いします。いやー、なんかね、今日起きたら体中にね、ジンマシンができてて、すげえ痒いんですよねジンマシンができる原因って何なんでしょうか。ご存知の方教えていただけると幸いです。まあまあ痒い以外ね、特に何にもないんだけど、とにかく痒い。でもまあ痒いものって大体書いちゃいけないからね。対戦よろしくお願いします。イケメソブロリーがいますお互い目の前でダンスを踊っていく。オッケー、ずらして入っていきましたね。外していこうか。うん、ここで外す。オッケー、そのまま殴っていきましょう。うん、ゴジポー出てきても必殺だったら親後半にと思ったけど、見てあげて、打撃がないからな、突っ込めないんだよな。うん、速圧は入っていかないと。まあ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 、ある程度のところまで親後半で受けて、圧がなくなりそうなところで復活後半に引いていきたいと思います。ブロリー出てきたらめんどくさいんでね。ああ、そのまま引いていくか。うん、この距離ね、最速取られやすいから射撃も打つのちょっと怖いよね。かわしてあげて、うーん、遅かった。ここ、もう一回、あれなんで今回避入んなかったんだろう。そのまま受けていきましょう。ゴジポー出てきたら、復活ご飯に引いてあげます。まあこの辺でいいでしょう。ちょっとメイン使いたいね。メイン使う前に落とされるときついんで、メイン切ってあげて、OK、特殊積んでから打撃いきましょう。いいダメージ。そしたらこっちに変えてあげて、 OK、 なかなかいいダメージ入ってますね、さすが。まあ、こいつ貫突してっかんね下がってあげて、突っ込んではこないか。んー、何もしてない。めちゃくちゃなんか狙っておるタックルいってあげましょうか。タックル回避でいいですね。ああ、回避は OK、 最速取っていく。射撃から入ってあげて、これもう普通にご飯でどっちも落とす。うー、強っライジングかぶせてあげるの準備しつつ、なんか狙ってますね。あ、必殺でもあったのかな、これ。ああ、マジか、なんで今回避入んなかった。なんだそれメインで見てあげて、回避回避かな。うわー、うまいマジか、こっちバニシング回復するの知ってたのかな。まだ出たばっかのキャラクターなんで、メインアビリティを覚えてる人いないと思ったんですけど、今回もすぐ落とされていくまあ体力回復してくれたってことでいいでしょう。タックルいきましょうか。見て、向こうにタックルされたえ、なんで急遽切ったんだ。ん、射撃が噛み合って、必殺適当に、危ねえな下がっ、通常で抑えてライジングいけるようにしておきましょう。オッケー、そのままライジングでいいですね。さすがに54が残ってくるか。選ばずは打撃圧。いや、かゆい、とにかくかゆいPVP に全く集中できない。さあ通っていく。まあさすがにこっからは負けないかな。まあちょっと新キャラのエクストリームスーパーサイエンツごはんちゃんが
活躍できてないんで、まあまあいいでしょう。そのまま受けていきましょう。藤見残しとくか。藤見残しといていいですね。究極飛んできたらスーパーサイアンツごはんちゃんに引いてあげましょうか。うん、それのえ、なんで外れてるよ。ああ下が通常で抑えて、とりあえず必殺ぶっぱでバニッシング使わせたいと思いますと思ったら入っていく。さあ速圧が入って対戦ありがとうございました。さあ続けてやっていきましょう。再生パーティーですね。対戦よろしくお願いします。お、セルがいますね。セルは根血プラス、孫一族キラーですから、確かヨダメがめちゃくちゃ上がるんだよね。だからまあ黄色は確定ですね。で、本当色のバランスがこのエクストリームごはんちゃん入ってくれたことによってだいぶ取れるようになってきましたね。あとは緑、まあ緑もね、あの復活ごはんがいるけど、私あのごはん持ってないからな。で、あの緑のごはんちゃんも正直ちょっと微妙っちゃ微妙だよね。どうでしょうか。さあ連れて行く。いいね、いいダメージ。まあ突が低かったかもしれないけどいいんじゃなかろうか。じゃあこっちで、泥足ついてるんでボールを回収していきましょう。外したんだけど出てこないよと。もうぶん、あ、今押してたんだけどな。うーん、泥足つけてくる。まあ適当なところまで受けて、痛えな。こっちのご飯で受けちゃいましょう。火だめカットもあるよね。うん、さあ通常で、何ですか。ああ速圧は入らないよと。バニッシング使わせて通常でいいかな。うーん、オッケー、跳ねてるの見てから、マジか、危ね。ああ打撃からいけばよかった。さあバニッシングないよと。いいダメージ、射撃呼んであげて、これは持っていけるんじゃない。あ、そっか、このセル射撃カバチェンか、めんどくせえ。さあユニークゲージを貯められていく。気力減少もめんどくせえな。うん、かぶせたいんだけどな。飛んだところ見てボール回収して通常で抑えられる。速圧 OK、 これで、あー間に合ってくる。いいんじゃない、いいんじゃない。今回はめちゃくちゃ火力出せてるところを見せられてるんじゃないでしょうか。まあ相手の方のね、凸が低いっていうのもあるけど。OK、 最速取っていく。これはもう誰か1体落とせましたね。普通にこのままライジングでいっか。誰か落ちてもいいですよと。ブーを捨ててこないか。まだ待機回ってなかったのかな。さっきからね、必殺打ちまくってるんで、この必殺はさすがに読まれないと思います。 OK。 あ、そうそう、今回ね、 LF のピッコロさんが入ってたんで、ワンチャンね、ピッコロさん当たんないかなと思いつつ回してたんですけど、一番当たったのはバニッシングが回復できる。一番当たったのはね、宝悟空ですね。宝悟空がね、赤い石と出てきました。入らないか、通常で。なんか狙ってるね。うわ、マジか。打撃キャンしようと思ったら寄ってきてましたね。まあまあまあいいでしょう。お互いまあ究極このセルも残ってるし、未来ご飯も残ってる。まあ未来ご飯がいればなんとかなる気がする。回避見てから、うん、通常で抑えられて入れてあげて、通常でいいかな。この距離でメイン切られるとめんどくさいんで、パニッシング回復してそうですね。さあまた連れていく。さあこれで落ちですね、どっちか。パニッシング回復したいところですが、ヨダメと気力回復。あ、そっち落としてくんだ。じゃあもうメイン切りましょう。うん、何もやってこない。対戦ありがとうございました。これはもっと強くならなくちゃいけないんだ。はい、というわけでいかがだったでしょうか。新しくね、実装されましたエクストリームのスーパーサイアンツごはんちゃん使っていきました。まあまあそこそこの火力出てますし、まあ、この中でのメンツと、まあ、リミテッドと比べちゃうとね、見劣りしちゃうんですけれども、
まあ大枠として根結で十分活躍できる性能を持ってるんじゃないでしょうか。まあ今ね、エクストリームのマルチゼットパワー集めやすくなっておりますので、今回のガシャで当たった方はぜひ育ててみてはいかがでしょうか。はい、本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。